小麦ちゃん、大福と話せるの？うん、なんとなく。なんて言ってるの？一緒にいて、金貨なしたきは二つしょろもんだぜ。腹いっぱい食って元気出しよな。え、大福ってそんな感じなの？うん、大福はかっこいいわん。気持ちを伝えるのは大事だよ。この子もそう言ってる。え、大福、なんて言ってるんですか？やっと言っとこう、外道。え、早く告白しちまえよっていつも思ってたぜ。え、サトルは相手の気持ちを考えて引くことが多いけどよ、自分の本音をぶつけることも大事だぜ。けど犬飼さんを困らせたら嫌だなって。でもイロハがどう答えようと気持ちは変わらないんだろう。うん、ならでんと構えてろ。不安なら俺を撫でな。知った、落ち着くだろ。ありがとう、大福。